体操着みたい？ウケる。確かにそう言われるとそうしか見えないんですけど、やめてくださいよやめてくださいよ。そうだ、みんな今からもうこれが体操着にしか見えなくなっちゃうから。可愛いですよ。でもこれ可愛いでしょ。可愛いですよね。本当に背広が大嫌いで、ずっと嫌いだったんですよ、ちっちゃい頃から。小さい小学生の頃から。で、中学3年生の頃に背広の授業がなんかいきなり入ってきて、まあなんか道場みたいなとこに集められて、背広をね、こうまあ6段くらいから、もう8段とかなんかわかんないですけど、めっちゃ高いとこまでもう並べられるじゃないですか。まあ自分の飛びたいやつ飛びなさいって言われて、まあ、私一番低いやつで並ぶんですよ。もう全然飛べないんで。こう順番に順番にさ、飛んでいくじゃないですか、一人ずつ。はい、次、ピー、パーン。はい、次、パパパパパーンみたいな感じで順番でこう飛んでいくんですよ。私、本当に飛びたくなくて飛びたくなくて、まず飛べないんですよ。もう上に乗っちゃうみたいな。飛びたくねえわーと思ってサボってたんですよ。こうやって一人ずつ、一列に並んでいくんですけど、一人ずつ。もう私は、後ろ、こう飛んだ人がまた後ろにこうやって来るじゃないですか。私は飛びたくなくて飛びたくなくて仕方なかったので、こう後ろに来た人をちょっと私の前に行かせて、あ、どうぞどうぞって言って、私はずっと一番後ろで飛ばずにサボってたんですよ。先生の目をごまかして、そう、サボってたんですよ。飛びたくないよと思って隠れてね、ここでもう目をギラギラして見てるんですけど、先生は、先生が途中で私のその姿に気づいて、あ、よしだって言って言うんですよ。意味がわかんない。本当にやめてほしかった、あれは。みんなが、クラス全員が、もう男の子も女の子もみんないるところで、ピー、お、吉田って言うんですよ。めっちゃでっかい声で。しかもその先生ってもう学校一怖いみたいな。見た目がいかつすぎて、もうみんなに見られてるくらい、すっごい怖いんですよ。だから先生、その先生がちょっと大声出したらみんなビビってなるんですよ。だからその時も、あ、おい、吉田って言われたらみんな、おってなっちゃうわけですよ。どうしたみたいな。みんなビビってなっちゃって。で、私、あ、バレたよ。と思って、くそーと思いながら、お前飛んでねえだろ、ちょっと、ほんと飛べよ、みたいな感じで言われちゃって、みんなシーンとなってる中ですよ。シーンってなる。もうわざわざシーンとするんですよ、先生があんな声を出すから。で、シーンってなって、あ、もうさっす、吉田行け、今から行けって言って、飛ばされるんですよ、みんながシーンとなる。みんなもう、ビビってなってるからさ、私が飛ぶのをさ、みんな止まって見ちゃってるわけですよ。私は、何この空気と思って、でも先生が、あ、吉田飛べって言うんで、うるせえよと思いながら、もうこうやって頑張って飛ぶんですよ。そしたら、飛び箱の上に、ボーンって、なっちゃったんですよ。飛べない、もちろん飛べないんですけど、もうね、なんかすっごいね、体勢な、こんな飛び箱飛んでこんな体勢になる人いるのかなってくらいのすっごい体勢になったんですよ。なんか、え、大丈夫みたいな、周りの人もなっちゃうみたいな、バターンみたいな、しかもみんなシーンってしてる中でやばくないですか。うわ、なんじゃこりゃみたいな。自分でもさ、一時さ、状況が把握できなくて、え、私今どういう状況みたいなって。でも周りはシーンとなってるわけですよ。シーンってなってた。さらに私がすっごい飛び方をしちゃったわけだから、周りもさらに時が止まっちゃって、え、みたいな感じになって、すっごい空気が流れちゃって、先生は、あ、次行けみたいな、マジであの先生みたいな感じですよ。まあ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 、あの先生とは仲良かったんで、まあ別に怒ってないですけど、許してあげますけど、ちょっとあれは許せなかったですね許せないんかいって感じです。許せなかったですね、あの空気を作り上げる。まあサボってた私が全部悪いんですけどね。さっさと最初から飛んでけばよかったって話です。あれが私の飛び箱のトラウマです。一生死ぬまで忘れないと思う、あの出来事。あの後教室に帰ったらみんなにいじられました。あの飛び方何みたいな、え、大丈夫でしたかみたいな、っていうような、本当にすっごい飛び方をしたんですよ。だから飛び箱が一番嫌いなんですよ、私は。体育の授業の中で。みんな覚えてるかな、あの次の私。私本人はね、絶対一生死ぬまで忘れない。みんなもう忘れててほしいな。ずっと覚えてたらどうしよう。飛び箱の授業がとにかく嫌いだっていう話でした。喋り倒してしまった。